埼玉県大宮の鈴木歯科医院です。今日はですね、歯の生え変わり、他の動画でも一度説明したことがあるんですが、これですね、これ大概8歳ぐらいですね。今前歯4本、大人の歯です。これ4本前歯、こんなに綺麗に生えてる子っていうのは今少ないですけど、ちょうどうちの子前歯がすきっ歯でとか、そういう感じの、8歳ぐらいの子が多くて、でだん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 前歯は、ガタついてたり、綺麗には揃ってんだけども、犬歯が生えるスペースこのままいくとない。もっとこんな綺麗じゃなくてガタガタしてる上に、この犬歯の乳歯がもう抜けてしまったら、この大きな刃が待ってますから。9歳になってくるとこれが抜けます。出てきたら刃になってきて、10歳になって奥歯もまた生え変わってきて、この奥歯が10歳11歳抜けてきてですね、この4番5番の小臼歯っていうんですけど、これが出てきてもう小学校6年生、中学校1年生になってきます。だからで、これはもう大人の歯、これ7番目、12歳になって出てくる歯です。親知らずじゃありません。親知らずあるとしたらもう1個奥です、20歳ぐらい。で、とにかくそれはいいとしてですね、この模型こんな感じで上下ありますけども、こんな感じでね、8歳ぐらいになってくると、だん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 この犬歯が揺れてきて、9歳になって、抜けた。で9歳になって、9歳10歳頃この犬歯出てきますから、つまりこのままいったら刃になるとか、あとはですね、出っ歯の子もいますけどね、とにかくガタガタ、それかですね、前歯が下か上もうねじれてる、どけよどけよどけよと他の歯が押されてですね、どん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 こうやってねじれてっちゃってる、そういう子たちっていうのは今すごく多いです。で、あとは生え変わんないんだけどと、待ってる人もいますけども、待てば待つほどどんどん歯並びが悪くなってってしまう。で、矯正してない先生とかだと、経過見ましょうと、待ってましょう、そのうち将来矯正ですねって言われるんですけども、それで待ってるとどん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 刃になって、で、小学校高学年で、矯正科行くと、もちろん抜歯矯正か、最近はですね、抜歯しない矯正っていうのもありますので、なんとか拡大してやりましょうと。それでもやっぱりちょっとお子さんの場合は、刃がひどい場合はやはり、小臼歯、大人の奥歯の方を抜かなきゃいけないことがありますよと、そういうこともありますね。でやはり期間も、費用も高くつきます。それはしょうがない時はしょうがないです。矯正は僕も、子供の頃6年間やりましたけども、6年間で100万円かかって、結構長くて高いなと思いました。その経験もあります。しょうがないなと思いますけどね。で、抜歯はしませんでしたけども、そういう経験があるから、矯正ってもうちょっと費用安く済めば、もっともっと子どもたち、親もですね、諦めないで、歯並びがいい社会というか、歯並びがいい子が増えたらなと、そういうことも思うし、あとは抜歯がなければいいのになと、そういうこともあります。だから、そういう考えで、こういう床矯正と書いて小矯正、小矯正っていうんですけども、ちっちゃな子どもの、もう顎をちょっとこう大きくしてあげて、大きくするって言ったって顔を大きくするわけでもないし、そういうわけではなく標準にしてあげるだけです。今の子供たちは生え変わりも早いし、顔もちっちゃいし、乳歯は綺麗な歯並びしてんだけど、全く隙間がなくて、それで大きな歯がこう出てくれば、それはガタガタになるはずですよねっていう感じですね。もう小学、あの幼稚園の年長さんでもうバンバンみんな生え変わる時代ですから、うちの子ももう小1小2ですけども、もうガタガタです。そろそろ床矯正、小矯正で、広げてあげて、抜歯しない矯正を我が子にしてあげたい。自分の、子供をですね、抜歯して
長期間矯正して、それでいて虫歯に、矯正が終わったら虫歯になっちゃってるなんていうことにさせたくないんです。だから自分がそういう経験をしたんで、そういう思いで、やってましたんで、そういうことを自分の子供にもさせたくないってことで、そのために今まで矯正を勉強してきて、でさらにもちろん、自分の子だけじゃなくてですね、いろんな世間の子たちをいい歯並びにさせてあげたいということでやってるんです。であとはですね、6年間、小学校1年生2年生とかそこら辺から始めてですね、ずっと中学校1年生ぐらいまで、矯正が続きますんで、やはり通院はよく考えてってください。遠くから来るっていうのはかなり、大変です。やはり近くでも、いい矯正の先生たちはたくさんいますから、もちろんこういう床矯正小矯正研究会で、やってくれてる先生もいれば、矯正の専門の先生だってもうテクニックは抜群に皆さんありますんで、抜歯しない矯正がいいんですって言ったらそれに応じて相談してくれてやってくれますんで、そういう意味でも、やはりうちは大宮ですから埼玉市、近い方が全然通いやすいんで、そういう6年間も通うんですから、ワイヤー矯正が取れて、また行かなきゃいけないと、1ヶ月後じゃなくて3日後にまた行かなきゃいけないなんてことがあるかもしれないんです。そういうことってすごくあるんで、1週間でなんか取れちゃってまた行かなきゃなんていうことがありえます。床矯正が当たって、ちょっと調整しないとまた行かなきゃってことがあります。小学校終わった後に夕方、そういう時にやはり近場の方がいいですから、ぜひ、お近くの矯正歯科医院、訪れてですねカウンセリングを受けて、抜歯しない矯正っていうのも早めに、8歳7歳とかそれぐらいの時に、6歳でもいいんですけどね、人によります、子どもたちの歯並びによるんですけども、そういう早めに矯正すると抜歯しないで、矯正ができる可能性がありますよと。どん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 大人になっていってしまうと、大人でもそういう抜歯しない矯正っていうのはできるんですが、やはり子どもの時にできたら最高だし、大人は大人で、なるべくだったら、抜歯しないで矯正できたらなと。さすがにそれでも抜歯しなきゃいけない時は矯正できない時もありますから、そうなる前に子どもたち、矯正のカウンセリングを受けてみてはいかがと思います。